某某五。天気悪いな今日。なんか青く光ってないのか。あれ何あの青いの。え？あれ何？あ、ぼやんってぼやんってなってる。青くなってる、ね。青い青い青い。何あれ？わからん。何あれ？気持ち悪くない？気持ち悪い。何あれ？え、何？何あれ？なんだろう。マジで。え、なんかの。何？予兆？怖くない？みんな。なんか空が青いところがあるんだけど。画面でも見えるよね。画面でも映ってるよ、うん、画面で映って気づいた、うん、そう、俺も画面で映ってね、何これと思って。空の青いところがあるよね。あるよね。肉眼でも見える。気持ち悪い。なんだあれ。 UFO かな。いやでも UFO 私見たことあるよ。え？ UFO が、うん、初め飛行機だとか言って見てたら、シュン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 って言って消えちゃった、うん。待って、音変えるわ。こっちの方が音聞きやすい。みんなこっちの方が音聞きやすいかどうか教えて。なんだろうあれ。青いよね。青い。高原ないよね下に、うん、見えないよね。見えない見えない。なんであそこ青いのね。え、聞きやすいこっちの方が。今日は2017年8月の3日、時刻は19時33分。神田川、新宿の神田川の、あの都庁の方に、なんか青い光が。都庁だよね、あれ。あのさ、あ、あれ都庁じゃないか。あれ都庁なんだけど、都庁の真上に、あの二つのツインタワーが都庁なんですけど、青い光が。なんだろう。下でな、下からなんか照らしてんのかな。でも光源が見えるはずなんだよね、そしたら。なんか不思議な。青い光が見えました。なんだかよくわかりませんが、不思議だね。ね、なんだあれ。 UFO だよ。怪奇現象研究家とかの人に、なんかオカルト研究家とかになんか教えてもらいたいよね、青い光。あ、でもちゃんとね、映像は撮ったから、記録は残したから。あ、そうだね。うん、結構歩くよ。うん。息はたがやになっちゃうけど大丈夫？あ、大丈夫です。はたがやにもなんねえわ。ごめん。うん。そこから歩くよ。とにかく。あそこは息ない。財産の家は、ちょっと待ってね、こっちかな。財産こんばんは。風がちょっとあるね。デートっつうか、まあ浅井さんの家、浅井さんに会ってみたいんだって、解放が。で、浅井さんの家に行ってみて、とりあえず。で、その後飯食って解散。これから食事。俺は朝飯食って、だからもうだいぶ食ってないね。朝何時ぐらいに食ったっけ。朝何食べた。うなぎ、牛丼、うな牛、うな牛、うん。でももう十何時かな。俺朝何時から放送やってたっけ。朝ね、夜中からやってた。下手したら10時間ぐらい放送やってて、あーもう記憶がねえな。多分夜中に食ったから、もう10、もう、もしかしたら9時に1回終わったんだよ。9時に終わってた、うん、9時に終わったってことは、9時の4時間前にやってるから、夜の7時だから、ちょうど飯食ってから24時間何も食ってないのかな。
かかってる。下に何かあるじゃない。いやでもそれだったら見えるはずなんだよ。あ、パーってね。なんだろうあれ。雲の中にある。変な光り方してんだよね。解放、つなぎリベンジ、なんだろう、どういう意味だろう。おい、サファイアちゃんはどつ。から照らしてたら光の光源何かしら光ってるのは見えるはずなんだけど見えないんだよな。あんなの初めて見たからなんかちょっと変な感じはする。こここんなおしゃれな店あんだね。野菜の店だ。地震発光現象と言って大地震が起こる前触れ。大地震が起こる前触れなんだってオカルトでは。やだ。でも最近昨日今日で地震多かったもんね、うん、なんだろう、でもなんかね2日3日3回あったよね。この山手通りですね。福原さんいらっしゃい、小石さんいらっしゃい。浅井さん、浅井さんいんのかな。あ、そうなんですか。近いっすね。もしよかったらご近所さんフォローよろしくお願いします。斉さんの家どこだっけ。浅井さんの家だよ。俺も飯食って今日寝よう。疲れた。マジで。浅井さんの家ってまだ先かな。もうすぐ先だ。焼肉のいい匂いするな。すごい光る。ここら辺焼肉屋あんのかな。すげえいい匂いする ね、 ね。どこだ。お腹空いてるからたまらない、ね、どこだろう。この辺っていうかごめん、解放間違えてブルーって回ってきちゃった。俺が道間違えて、いつもの癖で。
わ、腹減った。どこだろう焼肉。すげえいい匂い。夜行雲、さっきの光は1885年に発見された夜行雲って言って、うん、珍しい現象かもって。あ、ま、まだ見えるかな。もうこの角度じゃ見えないや、うん、なんかすげえなんか変な光だった。なんなのあれ夜行雲って。しかも1885年か、俺が生まれる100年前の光だ。なんなんだろうあれ。今ちょうど見えない地帯にしてるね。おずらの焼肉屋さん。なんか変な光り方っつうか。あ、なくなってる。ほらもうないじゃん。ほらね、言ったでしょ。ほら光源じゃなかったでしょ、うん、ほらなくなってる。都庁のあのツインタワーの真上にあったの。ほらなくなってるでしょ。なくなったね、絶対光源だっつってやじゃん、うん、ないでしょ。ほらないもん、もうない。さっきあったんだよあの上に。だからこの角度で見えるはずじゃん、うん、ないよもう。なくなってる。怖い怖い怖い。でしょ、なんかね変な予感したんだよ。なんかその人工的な光だったら下から線が明るさが映るの。そうだね。そうなかった。いや、それゆりべべさん、それも言われてて、オカルトでは大地震の予兆なんだって。しかも都庁の真上。何だったんだろうあれ、うん、あ、ゆりべべいる、うん、ゆりべべが地震雲的なものなんじゃないっつって。あ、ほんとゆりべべ、ゆりべべ、大地震来んのかな。怖いよね、ちょっと地震変だもんね、最近もろに見ちゃったからね。ねえ、ねえ、はい、みんないらっしゃい。そうそう、ここのところこの2日間だか夜中から3回地震連続で、東京にしては結構でかい地震あるから。結構怖いよね、そのオカルトとはいえ変な光見て地震雲。そう、もしよかったらさっきの1885年のなんとか高原とかオカルトの青い光で検索してみて。みんなあのね、肉眼ではもうちょいぼやけた青なんだけどはっきり見えたよ。なんか人工的な光っていう感じじゃなかった、あの青さは。1885年インドネシアのグラタウカ火山の噴火後に初めて観察されたかも。あ、いや、タイムシフトに残すわこれ。ただ変な鈍い光で丸くぼやったから、月があって月の周りに光が雲を隠れるとなるじゃん。要は雲の裏側に星があるとって、そういうような青バージョンのブワーってなんかベジータのブルーツ波みたいな。で下から照らしてる感じじゃない、照り返しもないし、雲に奥、雲の裏にある感じ。こっち渡ろう。とりあえず浅井さんの家。 あの光は何だったんだろう。浅井さんの言う光ってこれのことだったりしてね。どうする、浅井さんの言う光がこれだったらどうする。え、それはないい意味の光、悪い意味の光。わかんない。心霊現象とか不思議なやつはもう頻繁に起こるよ、俺の枠は。何だったんだろう今の。へえ、消えちゃったし。あんな光り方見たことないもん、うん、だから俺も最初思ったの、下からイベントとかやってて、うん、でもなんか違うんだよね、星っぽいっていうか。夜行雲は上空で気候変動が起こっているとこ。はあ、うん、なんか人工物っぽい光じゃなかったんだよね。どちらかっていうとそう自然に近いっていうか、星、月明かりみたいな鈍さみたいな。もうないもん。夜行雲っていうのが
すごい映像撮れたんだね、じゃあ。多分。ないもん、雲。変な光だったなぁ。俺らも気づかなくて、カメラの方が濃く映ったから、なんだこれって、二人で。ないな。あの辺、違うな。まあなんか、嫌な予感なのか、いい予感なのかわかんないけど。見たことないもん見れたよ。こっち。サイさんいいかな。いや、ここの中華料理はめちゃめちゃうまそうなんだけど。ねえ。いい匂いする。うん。いいら。いや、お腹空いてるから。ねえ、全部いい匂い。とりあえず、浅井さんの自転車これだから、この上に缶を置いて。サイさんいないっぽいな。電気ついてないよ。浅井さんいないっぽいよ。浅井さん。浅井さん。はい。あ、いた。お。和藤です。はい。お邪魔してもいい？いいの？どうぞ。ありがとうございます。あ、浅井さん、こんばんは。あのね、浅井さん。お邪魔します。浅井さんこんばんは。こんばんは。なんかね、海宝っていう女の子がいるんだけど、浅井さんにどうしても会いたいって言って。あ、どうも。じゃあ、こんばんは。あ、すいません。浅井さんに挨拶したいって言って。ごめんね、寝てんのに。電話したんだけどいなかったから。ちょっと。大丈夫よ。大丈夫。うん。カメラ回してても大丈夫なの？大丈夫。大丈夫？ありがとう。どこで話せばいいの？うん。お邪魔します。お邪魔します。どうぞ。開放です。こんにちは、よろしくお願いします。初めまして、開放テレビがある。よろしくお願いします。どうも。浅井です。すいません、はい、すいません。よく、はい、存じあの画面ではとんでもない人間です。すいません。画面ではよく存じ上げてるんですけどこのもの見るとドキドキします。やっぱドキドキなんじゃないでもないよ。なんじゃないだよ、ばちゃんだよ。あ、どうぞどうぞ。何にもないんですけど、すいませんでした。失礼します。浅井さん、浅井さんご飯食べた？ご飯食べた。食べ行かない一緒に。ん？ご飯？うん。もうご飯食べに行こうか。うん。寝てた？もしかして。寝てた？うん、今日は明日いっぱいあったから寝てた。ごめんごめん。うん、じゃあどうしよう。ここびっくりした。あ、すいません。俺ちょっと、はい、行っとかるんで。あ、すいません。ちょっと寝かしてくるんで。申し訳ないです。すいません。全然。大丈夫。すいません。あれさ、今からカレー屋、ほら、ターリーカレーだっけ、あそこ。ターリーカレー、あそこいいね。あそこ行かない？一緒に。あ、それいいね。うん、で、カイホが。一緒に行かないの？行こう、行こうよ、一緒に。じゃあいいや。あの、浅井さんのファンでカイホが。はい、どうしても会いたいって言ってくれてて、ね、あのそれで浅井さん起きてるかなっつって来たの。ああ、うん、で今もそこで、あ、これ、こんにちは、皆さんどうもとんでもないことですいません。空き缶使いで眠ってました。すいませんでした。今起きました。何時に寝た？これ頑張ります。何時に？さっき寝た。さっき寝た。あ、じゃあ眠い？いや大丈夫だ、起きた。大丈夫。うん、あんまり寝てないんじゃないの？いや、うんと、どうするよ、カレー行こう。もしよかったら。うん。じゃあ。熊のポーチかわいいですね、下げてるやつ。そう？うん、すごい可愛い。コメント止まっちゃった、電波なくて。コメント誰か、もしよかったら書いてみて。止まってるかな。まあいいか、しょうがない。いや、私こういう仕事だから、お金がなくなるんだから。あ、常にね。100円ショップで。はい。あ、そうなんですか。え、100円に見えない。かわいいです、すごい。超かわいい。まあ行こう。はい、うん、
お邪魔しました。浅井さんの家の階段超怖いんだよな。あの急なんだよ、めちゃ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 急なんだよね。怖いんだよな。登るときいいんだけど、ずっこけないようにね、踏み外したら死ぬから。うん、パナさんは全部降りてから私降りるよ。うん、うん、後ろから私が落っこってたら俺が死ぬわ。ドア開けといてくれると助かる。OK。止まっちゃったな。よかったね、解放あえて。いや、なんか縁があったね。どうしよう、ドキドキしてる。喋りたいこと喋りなよ。うん、せっかくだから。じゃあ俺向こうで待ってる。ちょっと僕の方はコメント欄が止まって見えません、すいません。多分どっかで電波が復旧したらコメント元に戻ると思うんで普通に書いててください。よろしくです。見えてることを祈ります。下りが相変わらず弱いな。ここのラーメン美味しそうだね。いや今日はいいや。こう食べたことある？浅井さん、ない？多分美味しいと思うよ。ね、いい匂いする。俺ら腹ペコだから。うん。浅井さんね。配信者だよ。ワッチで配信やってる。配信やってるんですか？はい。2月の終わりぐらいからやったんだけど、ちょっと入院しちゃって1ヶ月とか、どういうふうに。いや、あのね、抗うつ病なんですよ。で、だって、あ、じゃあ、医者の見立てだから、それはあれだよ。人間は小物なんだから。下り回線の弱さだけ直してえな。放送になんねえよこれじゃ。コメント見えてっかな。参ったな。コメントつながれ頼む。
頭は悪くないよ、ハイホーは。ハイホーは頭悪くない。放送はできてんのかな、これ。あ、戻った戻った戻った、ありがとう。ワイルドクソ Gのおかげで戻った。はい、ワダツー、どうも。見えた見えた、戻った。どうも。オールスターだね、アサリさん。はい、うん、皆さんこんにちは。何ですか、何の旅ですか。旅じゃなかったよ、ごめんね。素晴らしい出演者です、ありがとうございます。すいません、いつもお世話しまで、すいません。ごめんね、寝起きなのに。浅井さん、ごめんね、いつもね、ごめんね、うん、ちょっと今日は寝起き、ありがとう、うん、今ね、カレー屋さんに行こうと思ってて、ここ、心が、ロンとした話だから、うん、インドカレーだね、インドカレー。でもよかった、海宝と浅井さんなんか気が合うみたい、うん、あのね、浅井さんがお肉食べれなくて、浅井さんはお肉食べれないわけじゃなくて、あの逃げるものを食べないんですよ。追いかけた時に逃げるものは食べないっていう生き方をしてるんで、だから肉食べれないのね、浅井さんが。だからベジタブルカレーがあるんです、そこは。本当は最初は牛タン食べたいって言ってたから、牛タン食べ行こうって言ったんだけど、浅井さんと行くなら無理だよっていう話して、そういう感じです。正しくは夜行運、夜行運。ああ、北半球が夏で、え、じゃあ当たってるってこと？本当に超レアな夜行雲見れたってこと？数北半球が夏で南半球冬って合ってるの？超激レア現象を捉えたってこと？俺、はい、アヤリンワド2、今の映したの超奇跡的に珍しい雲なんじゃないの？1885年に観測されたって言われてたからね。魚も食べないですね、うん、っていうかもうなんだろう、わかめ、さっきもわかめをずっと食べてたりとか、わかめだけね、あのすごい食生活、あのキノコだけとか、うん、豚や牛は追いかけたら逃げるんじゃないの、殺そうとしたら。
夏、オーストラリア冬。あ、じゃあ奇跡的な現象本当に見えたんだ。すごいね、夜行雲。すごい綺麗っていうかね、怖かった。ちょっと心霊現象みたいな怖さがあった。戦いたい生主は特にいないですけど、戦いたくない生主はいっぱいいます、うん、戦いたい生主誰だろう。戦いたくない人はいっぱいいますね。すごい経験だね。生まれて初めて見たもん、あんなすごいの。青い光、自然の青い光っていうの初めて見た。猫さんいらっしゃい。どうも。触れ合ってますね、解放は。地球の中の最頂点。いつから旅再開？気が向いたら。外でも食べれます？外でタバコだけです。タバコ？うん、3人ここでいいですか？はい、灰皿1個もらってもいいですか？はい。あ、そっか、2人よし、奥座りなよ。あ、いや、こっちで、ここで、はい、灰皿1個ください。どうぞ、奥、奥座って。すいません、テレビで帰る。すいません。あ、ここスピーカーの音うるせえな。ある人を発見すること、そうすることによって3人です。だから1人、あと2人、3人、1人と浅井さん、今日あれないけど、地元でも海保さんを世界の指導者として待って、それで見えてる、みんな。医者が外したって言ってられないよ。だから本当に見えてる人、うんと、これを現実させてる人、うんと、見えますんで、あの、手を張ってください。Thank you.
曲すると僕なんかあなたはそうだと思うって本当に2、3人言ってくれれば俺決まった。あれでいいですよ。生だと人いいですよ。決まってる。浅井さん、浅井さん、ご飯決めよう。そっちにしよう。いや、何声聞こえてたら手を挙げてください。浅井さんの声と海宝の声と俺の声聞こえてたら手を挙げて。だから状況が分かんないから。で、その人と浅井さん手を挙げ、聞こえてたらね、会話が聞こえてたら、ここの2人の愛し合いすぎてこの状況した。今は現実だから、そのようできない。だから、こっちに聞こえてる。大丈夫、現実にしてみた。 OK、 じゃあ、あとは楽しんでってください。もうなんか、海宝面食らってるね。言ってた意味が多分分かった。身近な人かな、親戚。いや、浅井さん注文しよう、とりあえず。浅井さん、浅井さん、じゃあいいや、俺頼むよ。勝手に頼んでいい。もうすぐ野菜カレーしか食べない。勝手に頼むよ。野菜カレーしか食べない。あ、じゃあ浅井さん今日野菜カレーないからシーフードでいい。これしかないって。やだやだって。浅井さんカレーないって。シーフード今日シーフードないっすよね。シーフードってカレー。シーフードじゃない、本日のカレーだからね。本日のカレー3つでシーフード。え、これってベジタブル、野菜あります。今ベジタブル、豆カレー。豆がある。豆とオレンジチーズ、ベジタブル。これベジタブルだって。肉絶対入ってないのはこの2つ。肉ない。肉ない。オッケー。チーズ。オッケー。じゃあ。チーズも本当に普通の野菜カレー。パニエル。普通の野菜カレー。あ、野菜カレーは。ないっていうよ。ほうれん草か豆。ほうれん草か豆。ほうれん草。オレンジチーズ。野菜。ほうれん草。ほうれん草。ちょっと待って。じゃあお願いしますね。このゴルゴンゾーラチーズナンセット。これセット、はい、これなおかつ自由できるんですよ、普通のは。はい、できるんですよね。で、あと、インドカレー定食のパラクパニールと、インドカレー、ああ、パラク、はい、パラクと、はい、何がいい。何かご飯がどっちか。なんで1日2回話して、そしてなんで最後に言った人と2つ選んで。2つ、うん、じゃあバターチキンの、それで、はい、2色カレー。2色カレー、はい、バターチキンと、はい、カラクパニール、はい、この2つの2色のカレーで。で、ワンダなんで、なんでいいんです。で、マンゴージュースを3つ。親戚の人にあるはず。マンゴーラッシー。マンゴーラッシー。マンゴーラッシー3つ、はい、それでお願いします。はい、すいません。あなたが一番軽蔑してる。今、嘘。浅井さんもゾーン入っちゃってるから無理。こちらでおかわりできないね。普通の部屋はできるね。浅井さんゾーン入っちゃってもう言うこと聞かない。音量上げるか。ちょっと頑張るけど、ちょっとごめんね。あなたが親戚の中心者に掲げれば、みんなそのようについていくから。で、それが、そっちで頑張る。あなたの親戚に対するその導き方で、そして、先ほど言った心を理解していると、その人の関係も順調になり、そして、あなたの人生は、何一つ崩れる問題に聞こえるようになったかな。音の調子とかこっちで信じてらっしゃいね。聞こえるように
になったみんな親戚の中で持ち歩くことによってそれがあなたの人生のダメだな、もういいや、あの声小さくてもいいよね、ダメだ、配信者じゃなくて神様だからしょうがない、お友達になっちゃった。ここです。どうしよう。
中カレーのほうれん草、ほうれん草、この青い人、この人、味噌カレー、はい、親戚じゃないよ、その人と、その人としょっちゅう食べることによって、ずっとアイコーラは共同制作するバターチキンとコーラで、浅井さんはほうれん草のベジタブルカレー、これはバターチキンとチーズなんです。あとラッシー飲んでます。僕は先にいただきますね。皆さんいただきます。お疲れ様です。皆さんも酒飲みながら楽しみますか。コーヒー牛乳っていうか、コーヒー
そう、みりみり健康やつやめてください。え、それだとダメなの？それ抜けば後やつ。そう、そう、その2つダメ。それ野菜、野菜は、野菜がもし必要だったら、うん、なんか、あと何野菜さん食わねえの？何がいいかな。ゴルゴンゾーラに蜂蜜かけるんだ。へえ。それにこれつけるんだって。スジャータのキウイジュース。スジャータのキウイジュース。あとドームのパイナップル、生のパイナップル。ああ、はい。そんなのを食べれば、今の野菜と農薬かなんかの野菜と非常に美味しい。そして、なんかその高級牛乳ですか。そういうの食べてるのがまず差多いんだべ。だから2つを飲むことによってある程度心の状態を伸ばす。だからその2つを中心すれば心が分かって、そしてさ、なんでその心の方向で進むことができるんだろう。じゃあ、はい、これで最初です。豆乳で割らないで、豆乳だけ飲むのが OK です。ダメです。ダメ、品質が悪い。何か飲み物は何なんですか？豆乳はね、何度も飲み物は分かんないけど、どこでも飲み物は分かんないし、私はきな粉食べる。美味しい。きな粉、きな粉、きな粉、きな粉といいのも悪いのもあるから、だから、もしあれだったら、スーパーに行って、きな粉を手に持って、私に電話をかける。こちらね。もしくは、豆乳を、これが、こういう豆乳が売られてますから、あと、マンゴーだって持ってきな粉を手に持って、その私に電話をかけてもらえれば、私それがいいよ、こちら、そのまま教えますから。うわぁぁぁぁぁ。だから、コメント。いや、しゃべってみたら。だからね、そういうものもありますけれども、やりやおやじにして、そこで一つ持ち上げてもらえれば、あ、それ貸してくださいって。だから、すごい。だからそういう風にしていただくんです。遠隔操作じゃないけど、私が、じゃあ、それは、1回100円で。はい。じゃあ、あとは、まあさ、最後にさ、人生の感じがする。それで、はい、ありがとうございます。いいえ、すいません、お先にいただいたので。どうぞ。すいません。このカレー屋さんの宣伝しなきゃならないんですか？違う、浅井さんと食べるのに、食事するのに宣伝するわけないよ。宣伝してくれてるよ、このカレー屋さん。ここはだってほら、薄いのほら、和道リスナーだったら知ってるじゃん。うまい。うまい。いい笑顔。え、これはなんだ、感情はすごい想像しちゃう。ほうれん草だって。ここのベジタブル美味しいよね。俺もベジタブル嫌だっつったんだけど。時間が消えてるから、この中にお父さん得意な人が。何も分かるよ。例えば、ネクスさんと、あなたとここで食べれば、ネクスの元気が入る。いや、浅井さんさ、悩みがあるんだけど、最近、悩みがあるんだよ。最近ね。悩みじゃないもん。悩みじゃないか。はい。悩みじゃないか。OK、分かった。分かった。悩みがあるって言ったら、そんなの悩みじゃないで終わっちゃったよ。顔見て終わりだからね、俺の場合。ゾーンには入らなかった、俺の場合。聞いてくるぐらいしてもいいんじゃないかな。聞きたい。カノンさんの悩み聞きたい。いい、もう浅井さんがそんなの悩みじゃないって言ったら、そういうことだろ。いや、だから、世の中に、ボンハさん、お疲れ。自分の人生の方向性っていう悩みを持っている人がいて、それで、その悩みは私たちの悩みだと思っているから、僕から新人が来ないと、私は気をつけてくれるから。どうぞ、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 ど
ってみんな同じようになる。だから同じような人が今あなたが陥った状態と同じような人が今日はちょっと発見できたら、友達だよ大丈夫だよって言って、手を握っておいて、私に入れちゃってるそれはこれから見つかる人です。もう知り合ってます。ガルトの場合は、はい、もう両親が一人非常によく人生を築いてるんですが、運命を感じられていて、それで人の肺がみんなの後の目を見るんです。だから、人の肺のためにも運は必要がないというのが必要で、から両親が感じるために、パスカードも作られているというこ、それを完全なことと人を入れ替えて、完全な心と人を入れ替えるという人っていうのは今みんな覚えてない。だから完全な心と入れ替えたときに人は完全な人になるのです。お、どうぞどうぞ。もう本当に焼きたてが来るんだね。はい、本当先ほど言ったその親戚たちに優しくして、はい、でそれが本当その先ほどのことに気持ちに近づいてくると、あなたの事情からそこで何人もダメになります半分でなんか聞けなかったよ。
と浅井さん、海保どんな人だ、海保どんな人見た感じ、
レー食べてますね。聞いてる？うん、聞いてるよ。面白いなと思って。再三公明党か、あ、俺に聞いたの？再三は政治何も入ってないよ。政治苦手だもんね。俺ら政治嫌いでしょ？政治？あ、共産党だっけ？自分で勝手に共産党作り上げたそうです。緑のはね、ほうれん草のカレーのね、タラッパニールね。撤退するっていうか。
この人はもう会いたくないんですよ、はっきり言って。もう今の親戚の場所を大事にしてるから、それだけで。ちょっとバルメーターは運動を大事にしたら会いたくなるから、だからそこまず運動を大事にして会いたくなるんですよ。それまでやらないようにしてるから、I'm going to go to the hospital.
助けて、困ったら助けて。僕に用事がなければ帰る。今何分？困った時に助けて。困った時浅井さん呼ぶから助けて。困った時？ないよ。困ってないよ。じゃあ俺が困ったら助けてって。これ出たらいいじゃないですか。これダメだよ。いいよ、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 大丈夫だから。はい、いいよ、いいよ、おかし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 くない、おかしいよ、なんでおかしいよ、おかしい、なんで健康のためにおかしくない、俺の健康は大丈夫だから。ダメだよ。なんで結構見えるからダメだ。いいって、いい、持って帰ってよ。いやだよ。いいよ、持って、いいから、また帰って、いいよ。なんでなんで、もうないぞ。ダメダメダメ、俺、ダメ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 、大丈夫、これ何も見てないよ、大丈夫。いや、じゃあ、そういう問題じゃないの。いいの、いいの、いいから。じゃあ、なんか違う話したいですか。はい、すみませんけど、帰ります。違う話、最後、聞いたことを聞き直しちゃうと。いや、今なんかいろいろ聞いて、頭の中がいっぱいいっぱいです。指のプロレスになってるまず、カッパルクです。おー、でかい。とりあえず、後にしよう。ご飯食べよう、今は。先生、めんどくさいから、本当に。え？めんどくさいから。大丈夫かな？いいの？やめて。大丈夫だから、ありがとう。気持ちが嬉しい。食べよ、食べよ、食べよ、温かいの食べよ。うん、まず食べる、食べてる。おー、私のワイルドですね。あ、そうなの。
ね、私の創作って何なんだろう、何を作るんだろう、創作なんだろう。だからもう親戚に出してくれないから、そこから開けてくる。だから俺にもアドバイス必要だよ。俺も悩みあるんだって、うん、なんで解放の悩み聞いて俺の悩み聞いてるんだよ。俺の悩み聞いてよ。俺の悩みはなんで聞いてくんだよ。俺の悩み、なんで俺の悩みだけ聞いてるんだよ。解放聞いてるんだよ。悩みね。なんでハマらないの。灰皿もう一個もらってもらってね。ね、まあね、あれだ、本当アドバイスそうだ。悩みはいいよ。これからどうしたら行っていいかアドバイスそうだ。サジ投げたの初めて見た。え、浅井さんがサジ投げたの初めて見た。めんどくせえ。初めてだね。いいよいいよ、分かった、いいよ、めんどくさい、いいよ。あ、そういえば背中大丈夫？ヒリヒリがいい。あとのんちゃんの、のんちゃんのおすすめからだったの。のんちゃん直すことが先？うん、そう。で、それからだったら退屈。わかった、そうする。また難しい難題を押し付けられたな。のんちゃんね、最近ね、私の配信もよく来てくれる。あ、そうなんだ。うん。いいことだ。嬉しい、すごい。
か間違えてブロックしてたみたいで、私が間違えてじゃない、ブロックしてたよ。ブロックしてた、のんちゃん頑張ってよ、のんちゃん。貴様って来た、可愛かった、うん。珍しいものの方がいいじゃん、珍しい方。焼きたての美味しいよね、ここ。美味しい、すごい美味しい。おさえさんが教えてくれた。あ、そうなんだ。そう、あ、思い出の場所だよね。相談乗りたい人がそんないっぱいいるとは分かんないな。
そのもし相談乗りたいっていう人が来たら浅井さんに紹介するけど、ああインターネットでってこと、電話で、あそれやろう、そうしよう、何時頃やろ、電話、浅井さんに電話かけてくるでしょ、悩み相談、そう一緒に今は電話でやって、そしてあとはワドさんが星を描いているから、そこで実際会って、うん、OK、OK、分かった、じゃあ悩み相談、一日で2人限定ね、2人いいよ、浅井さんが毎日俺の家来んの、だって段取り組んでおくから、そうですね、そしたらその地球の違和感で1人何分ぐらい相談乗ってくれるの、浅井さんは時間は解決するまで、分かった、浅井さんが俺の家に来ると、で俺の枠で悩み相談の電話を受け付けると、浅井さんが悩みを解決する、それで OK、そうそう、この悩み相談はその土地でやりますとか、みんなに言う、まあ、土地はまだほら、先の話でしょ、すぐじゃないでしょ、すぐやるんだったら用意するけど、別にしばらく電話先にやる、こうやって普段に見てるのは友達に言ってるよ、だからそれ今飲んじゃうのか、そうです、ちょっとまたコメント欄止まっちゃってます、コメント欄が止まってるんで今見えてないです、もしよかったらコメント書いてみてください、電波のいいところ行ったら復旧すると思います、どうか、あー腹いっぱい、今日青い光が空に出たよ、何の光、青い光、青い光、珍しいやつ見えたよ、東京中の人が見てるんですか、いや、俺と海宝だけしか見えなくて、映ったよ、こんな感じ、青い光、5分だけ、5分だけ、うん、夜光雲っていうんだって、夜光雲、うん、珍しいみたいな、マガプレゼントありがとう、あ、コメント復旧しました、青い光が見える人の悩みを私がしまうと悩みと戦いますんで、よろしくお願いします、は
はい、復旧しました。もし何かあの伝えたいことあったら僕コメント拾うんで、今復旧したんでよろしくお願いします。ありがとうね、みんな。タイムラグない、 OK。 バカプレゼントありがとう、みほさん。美味しいご飯食べました、皆さんありがとうございます。声ね、外だから大きい声喋らないと伝わんないかも。皆さん今度皆さんと会えるかもしれませんので楽しみにしててください。ではよろしく。政権好き1万回やったよ俺昨日。わあ、すごいでしょ。今ね、和道さんの中ね、真っ白にしてる湿布、湿布貼った。解放に貼ってもらった背中。どこに貼ったんですか。全体見たら真っ白。うわぁ、もうめくれちゃうから。ありがとうございます、モンハさん。タケさん、風船2個ありがとう。怖がりキャンパーさんいらっしゃい。配信は奥深いよ。和道さんの背中は どんなに制限付きしても痛くなったら、のんちゃんが良くなったら、うん、良くなったらっていうか、のんちゃん、こんなになってた。何が。ああ、良かったじゃん。ねえ、びっくり。のんちゃんは自分の人生が向こうを見ることができなくて、めくらだけれども自分の、うん、人生が見えるようになれば、うん、和道さんがどんなに制限付きしてもその、うん、体が壊れたから。俺は何をしてあげればいいの、のんちゃんに。政権好きの大会に出る？大会出るって、大会の師範になれば、うん、のんちゃんの人生は治る。おお、そっか。だから、多分ね、レクチャーでありがとう。空手の師範になるってことなのかな、よくわかんないけど。空手を習えってこと俺。運動音
一応そう気合によって直すとか、うん、そんなような感じで、だから、そこにあの超運動落ちた私のような人がいます。はぁー、もう一回やって。いや治らないよ私。何？違う、直んない。あっ、これか。何？全然わかんない。どういうこと？どういうこと？え、何？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 運動を今のは何？運動を直す気合い。うん、どうやってやるの？もう一回やって。え？え、気合い見てなかった、ごめん。もう一回やって。例えば和藤さんが運動を直すと、うん、ダンスを踊ると。どんなダンス？だから。見てる運動時の子がその治るんだって。そうすると、ちょっとよくわかんないけど。で、例えば今そのオリンピックとパラリンピックでその運動時の人はその運動はみんな打撃を受けてるけれども、でそれを反対に運動時の人を、運動能力抜群にする運動、ダンスを踊ると、ワードさんは世界に行きたいと思って、ってそれで、みんなの人生も治る。だから、そういう方向だよ。よくわかんないわ。わかんない、だから、これで見てました。そうしたらみんなの運動じゃ治りました。こんな感じだけど。なるほど、分かった。なるほど。それは分かったわ。だからそれをその、運動音痴を治すためにその猛烈にトレーニングしなきゃだよ。というのはその運動音痴、治した運動音痴が、その5秒ぐらいで消えてしまったらダメなんだから。だから和藤さんのダンスを見て。運動音痴が永遠に治ると。そうすると。だからそういう方向に和藤さんのトレーニングがあるというふうに思うと、俺は体を鍛えろってこと？そう、体を鍛えるときにその。誰の運命も超えないで、全ての人は和藤さんの味方になります。なるほど。そして、いや味方どうだろうね、敵が多いよ俺は。もうなんか敵が多い。だからそれっていうのはその運命を崩れなくする方法。運命が、どういうことどういうこと、全然わかんないけど、運命が崩れなくする方法？俺は敵が多いっつったんだよ浅井さん。俺には敵が多い。だから、もう困っちゃうよ。だから敵をなくするには運動音痴を直す方向をいつも意識にぶらせれば、敵はいなくなる。体を鍛えろってことね。そうだね。分かった。まあ、結論体を鍛えろね。分かった。それは分かったわ。もうランナーいっぱいいるんだな。急に来てごめんね。疲れてたのに。楽しかったよ。
あ、ありがとうね。田瀬さんまた。どうだった？いやーすごかった。なんか どうすごかった？あのね、解放つけて。あのね、会話の途中に止まるんだよね。うん、で、どうしたのかなって思ったら、うん、また急に喋り始めて。俗に言われてるあのフリーズって、浅いフリーズって呼ばれてる現象だね。リスナーさんはそれを浅いフリーズって呼んでるの。浅いフリーズ、そう、生浅いフリーズを見たわけだね。見て、うん、初め分かんないから、どうしたんだろう、私のこと嫌なのかなって思っちゃったら、うん、そこからトバーッて喋り出して、うん、いやあのね、うん、でもなんかすごいいいことを言われた、すごく。何を話したの？俺聞こえなかったんだよね、実は。あ、そっか、なんか、うん、何を言われた？あなたはなんか、まあ、躁鬱、うん、のことを話したら、まあ、薬なんか飲まない方がいいっていうことはまあ言われて、うん、あとなんか薬は飲んだ方がいいよな。で、そこはあれなんだけど、うん、なんかあなたはもっと上に行けるって、うん、だからそこのなんかストッパーみたいなものを、うん、ストッパーとは浅井さんは言わないけど、うん、それを取ったら、うん、あなたはもっと上に行けるっていう。おい、誰だよお前、最高にブスって書いたやつよ。誰だお前、最高にブスって。こんな美人世の中にいねえだろうがよ。おい、ふざけんじゃねえぞお前。どこがブスだよお前。お前ブロック入れるぞお前。ふざけんじゃねえぞ。こんな可愛いやついねえだろうがよ。ごめん、話終わって。うん、ごめんね。本当のことだからいいよ。うん、続けて。で、うん、あとは親戚に、うん、とても親しいと思う人と、うん、とても嫌だと思っている人がいると思うから、うん、その親しい方の人と、うん、もっと交友を深めなさいって言われた。あとは創作、うん、あなたは配信は第2だから、うん、創作をまず一番にやりなさいっていうのと、うん、あと、うん、何をあの主に食べたり飲んだりしてるって言われて、うん、ソイラテ、あのコーヒー、アイスコーヒーに豆乳を入れて飲むのも私好きなんだけど。それソイラテっていうの？うん、ソイラテ、ソイって豆じゃん。いや、知ってるけど。うん、で、だからそれはやめた方がいいって言われて、うん、で、なんかキウイジュース、うん、とドールのパインってたかな。ドトールじゃないの？ドトール、うん、ドールか。ドール、うん、うん、なんか、うん、キウイとパインがいいって。あとは、うん、なんか私に電話くれれば、うん、なんか手に取った野菜とか、うん、そういう食べ物を、うん、あの、それはいい悪いっていうのを教えてあげるから電話しなさいって言われて、うん、遠隔操作できるんですかって言ったら1回100円でねなんて冗談言ってたけど。いや、冗談じゃないよ。あなた冗談言わない。あ、本当に、うん、そう、うん、最初100円ローソー大好きだからな。あ、そうなんだ。よく行くんだよ。へえ、うん、なるほど。とにかく浅いゾーンがすごかったな。神ってたでしょ。神だったでしょ。うん、更新してた。うん、ちょっとだから上目遣いで、うん、ちょっと口半開きにして、うん、ほーっとしてるから、うん、まあ、それが絶対に更新しながら言うことが口から出てるんだなって。うんうん、すげえわ、浅井さん。浅井さんは生で会ってみないと伝わんないよね。伝わんない。そう、いや、いくら説明してもね、これ合わないと分かんないんだよね。画面上はただのギャグにしか見えないの。あ、面白いおばちゃんになっちゃうんだよね。うん、この人は神だよ。
と浅井さんの口からは何とかだと思うよとか言うんじゃなくて、うん、何々は何々ですって、うん、はっきり断定、そう断定で来るから余計に心に突き刺さるっていうか、うん、それでみんななんか気遣って何とかだと思うよとか自分の意見言うとかね、やまりとかして言うけど、浅井さんははっきりしてる、うん、すごいはっきりしてる、何とかです、こうなります、うん、だからバシってくる、浅井さんは会わないと分かんないよね、うん、面白いおばちゃんだと会った方がいい、でも会った方がいいと思う、浅井さんには全然窓口になるし、大花火ありがとう、頑張ります、ありがとう、大花火ありがとう、でーん、ありがとうございます、たまやじゅっかさんでいいのかな、じゅっかさんありがとう、たまやじっかさんかな、じっかさん、おい誰だブスっつったやつや、ふざけんじゃねえぞお前、誰だブスって言ったやつ、もうこう世の中にこんな可愛い女いると思ってんのかよお前、見てみろよよく、どこがブスだよお前、どっからどう見てもお前女優クラスだろうがよお前、目腐ってんのかよマジで、トーカさんね、トーカさんありがとう、なんでコクリンブロックしてほしいの、あ、焼肉ここだ、さっきいい匂い、今度ここ行こうよ、うん、ね、来た来た、じゃあ次回の、うん、あのお掃除は、うん、このホルモン、ホルモン絶対うまいよね、ここ絶対うまい、この匂い、この匂いやばいよね、どこでやってんだろう、店がどこかわかんないよね、まあ、探してさ、あ、このあれだあれだ、ホルモン叩きつだって、 あそこ行ってみよう、うん、うん、テボドンとハーツ、あーそうだよね、でもね、なんかもうブロック入れるのもうめんどくさくなっちゃって、あー、それ後で話すよコクリン、ちょっと理由を後で話す、ちょっとね、いろいろね、考えることがあるんだよ。うん。ちょっとそれ、コクリンにちゃんと話すからさ、あの、いるときに質問して、なんでブロック入れなくなったのって。こんばんは。なごみも行きたい？なごみさんも。なごみさん全然、家どの辺なの？冷蔵庫にコーヒー買ってくれたんだっけ、あるんだっけ、うん、ビダインゼリーとトリーズのコーヒー、うん、あー、ありがとう、うん、じゃ買うもんないな、うん、ホルモンオフ会でもするじゃん、うん、じゃ掃除レディー、解放の、解放のスタッフ解放のスタッフ解放と一緒に片付けてくれる人募集します、次回はね、うん、一人じゃきついもんね、埼玉か、ちょっといいね、あ、何、掃除、掃除、あ、掃除、え、一人でやりたいの、一人でも、ってか、あそこありがとう、ハート17個、何人か入るのが大変、あ、まあ無理か、うん、てか、私自体で幅取ってるし、え、こんなスリムなのにやめこんなスリムなのにやめてよ、ちょっとぽっちゃり系かなっていうぐらいだよな、みんなやめて全然スリムでしょ、全然スリム、いじめる、いじめる、和道さんがいじめるよ、全然リアドツいいよ、お疲れ解放、お疲れ様、ありがとうね、ありがとう、うん、頑張って、うん、うん、じゃあまた来月来てくれるとき連絡ちょうだい、あ、分かった、頑張って、うん、はーい、ありがとう、おやすみなさい、うん、気をつけてね、ボン、キュ、ボンだよ。
す。いやー今日はねちょっと疲れて寝れてないから今日はこれで終わりにします。皆さんいつもありがとうございます。家着いたら終わりにします。ちょっとアイテムタイムできなかったんでお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。今日はこれで終わりにしたいと思います。浅井さんと海宝と、今日はコラボをしました。ありがとう大花火ありがとう。実家ちゃんだっけ、もう一回名前教えて。ジーカだっけ、なんて読むんだっけ、ジッカ、ジュッカ、なんだっけ、もう一回ごめん、今もう頭ボケボケでさ。あやちゃん風船10個ありがとう、ありがとう、またね、お疲れね。姿勢アトピーに大変な体になってしまった。前回より綺麗になった。解放お疲れ、ありがとう、ハートありがとう、気をつけて帰ってね。また夜明けのリッスンね、はいはいはい。あ、ソスさんもいつもありがとう、バカ。モリさん、ありがとう。カビありがとう、ニャコありがとう、ボンありがとう、みんなありがとう。皆さんも、これから多分ね夜中まで配信を楽しむと思うんで、配信ライフをぜひ楽しんでください。ミコちゃんも風船ありがとう。制限1万回やったよ、タイムシフト確認して、6時間かかったけど制限付きは1万回やりきりました。おかげで体ボロボロです僕は。カビさんありがとう、バカありがとう、あバカじゃない、パフェありがとう、ありがとうねみんな、ありがとう。カビさんもありがとう風船。みんなおやすみ。いやだからどれの話すんなっつってんだよおい。なあ、あんなのでっかいチンコなんだから。喋りがうまくて格闘技がうまいチンコなんだよあれは。黒光りしてるチンコの話やめろよ。お前ら本当にチンコ好きだよな、ガキの頃から。チンコだ、はあ、チンコが喋ってる、あ、チンコが喋ってる、すごい、チンコが結構喋ってる、このチンコ喋りうまい、格闘技もうまい、あ、結構面白いかもしれない、あ、チンコが告白してる、あ、チンコが黒くなってる、あ、なんかチンコが金を儲かり始めてる、あ、チンコ、な、黒くなってる、黒くなってる、あ、チンコが髪の毛切ってる、あ、あ、チンコすごい、チンコすごいって。お前らバカかよ、もう大人になれよ。なあ、なもうチンコの話すんな、いらねえからそんなの、興奮しすぎだよお前ら。あ、さっきのトウカさんね、トウカさんありがとうございます。お花火2つ。歩くチンコでしょ、六本木に住んでるチンコでしょ、もうチンコの話はうんざりだわ、な、だからお前らもう落ち着けよ。じゃあみんなおやすみ、お疲れ様、みんなありがとね、おやすみ、また明日。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう